はようございます。感動を生み出すいちご農家竹下博次です。神戸着きました。今日は生まれ変わり気分転換、1週間家を空けました。ダイヤモンドプリンセス乗って台湾クルーズ行ってきて生まれ変わった気分ですね。リフレッシュって大事ですね。全然撮ってなかった。アラスカ1年前に行った時以来こんなにゆっくり休みました。お客様夫婦がどんどん夫婦の絆が深まっていかれるのを見たり、お母さんと娘の親子関係がどんどん良くなっていくのを見たり、なんか他のお客様が本当に大切な人と大事な時間をゆっくり過ごしているのを見たりしてですね、私今回妻と一緒に来れなかったので妻を改めて、親を改めて連れて行きたいな、そしてゆっくり話聞かなきゃ、話すっていうよりも話聞かなきゃって思いました。もっともっと大切な一番時間を共に過ごしたい、そういう仲間とそういう人と大事な時間を取りたいなって改めて思ったダイヤモンドプリンセス1週間でした。今神戸の街並みを見て改めて日本って本当素晴らしいなと思うんですね。ここでまた帰ったらやること山積みです。今日は早速21時からクルーズの説明会をします。そしてフォロー会を22時から行って、明日の朝からは、売れないが売れるに変わる魔法の応援力、この本のラスト読書会になります。そしてまた最強の自社ブランド農業経営で来週から始まるわけですけども、こう自分の中ではいい区切りでした。この5月末いっぱい2023年いちごのシーズン失敗こきました。うまくいったこともあります、失敗したことも山ほどあります。でもその失敗したことによってたくさんの学びがあってですね、また成長してこのダイヤモンドプリンセスで総括といった感じでしょうか。気分転換とても大事だなと改めて感じた次第です。多くの仲間にこの人生の節目ともいえるこういう時間を過ごしてもらえたらなって思った次第でした。帰ります。これから福岡帰って早速エンジン全開でバリバリ走ります。たくさん投稿しましたけど、私の投稿で何かお気づきの点あったりした方はですね、ぜひいろいろ聞いていただけたらと思います。お付き合いいただきありがとうございました。